なさそうだけどいや俺だってまず身長がコンプレックスなのああねちっちゃいの俺でもマジで身長でコンプレックスってあると思うけど俺全然悪いと思うもん俺も悪いと思うね小柄なのんかまず素早い動きできるやん確かにマジ味見方によって全然変わんねんしかもなんかヒロムって何してもめっちゃ可愛くなんね確かになんいいか多分例えば 体が大きい人が同じことやってもちょっと威圧的に見えたりとか、喋ってるだけでも威圧的に見えたりするけど、小柄な人ってどっか安心感あるし、マジでいいよ。かわいい。ほんまに。俺、めっちゃ、そう、言おうと思ってて。いや、でも違う。かわいい。さ、いいよ。いや、俺も男だもん。男らしいところを見せたい時に、確かにね。かわいいってなっちゃうのが、ちょっと俺は、なんか嫌。 いやでも別になんか俺が思ってるのは別になんかそんな強いとかなんか身長でかくてなんか強い男がだけがそういう男らしいとかはない,ないと思うんだけどね俺は。ね、だからヒロミみたいな子も全然なんか別に男らしくないってことは全然ないし、うん、ありがとうマジでいい<お> <laughs>